バイオハザード7について伺っていきたいと思いますけれども、はいはい、まずはですね、このバイオハザード7とはというところから入っていきたいと思いますので、はい、まあ、作品に関する、ね、基本的な内容をお二人からお伝えいただければなと思います。お願いします、はい、バイオハザード7、それは、お願いします。こちらですね、究極のホラー体験、はい、我々今回、バイオハザード7を作るにあたってですね、まずとても怖い、ゲームを作るということを、まず第一の目標として掲げております、さらにこちら、はい、そのためのコンセプトを用意しているんですけれども、その一つ目として脱出というものを、はい、うん、コンセプトとしております。次お願いします。はい、皆さん第一作目のバイオハザード、ご存知でしょうかね。今回のこのバイオハザード7もですね、この閉ざされた館と、この朽ちた邸宅、こちらですね、こちらの映像にもありますけれども、ここからですね、いかに脱出していくのかというのが、大きなこのゲームをクリアするための目標となっております。はい、はい、続きお願いいたします。はい、ただ簡単にはやっぱりクリアできないと。はい、なんでしょうねこれね、なんですかね、なんか黒いものが、はい、なんか皆さんよくご存知のなんか人影に見えるんですけれども、ね、はい、この悪意に満ちた影がですね、はい、闇にうごめく様も、はい、我々描いていきたいな、まあ、このね、朽ちた館にはこういった影が、潜んでおりますので、そこからサバイバルしていくというのが、このバイオハザード7の、まずは、一つ大きな、ゲーム性になります。はい、はい、さらには、次お願いいたします。コンセプトの2番目、没入と、はい、なっております。はい、はい、お、来ましたね、アイソレートビュー、はい、ちょっと聞き慣れないですね、はい、アイソレートビュー。これはですね、はい、我々が、まあ、作った造語なんですけれども、今回ナンバリングで初めて、ファーストパーソンビューを、採用してます。まあ、先ほどご説明したサバイバル、ホラーに加えて、今回は孤独との戦いと、孤独、アイソレート、そういった意味も、含めてのこの、アイソレートビュー、もう本当に引き込まれるようなね、はい、恐怖になってますので、この主観視点ね、なかなか怖いんですね、はい、やはりね。はい、次お願いいたします。はい、このような形でですね、はい、主観視点ならではの視点っていうのが、う、ね、今回のバイオハザード7の売りでもあります。はい、はい、じゃあ次お願いいたします。さらに、このコンセプト3としてですね、我々追求といったものを、掲げております。はい、一体追求とは何なのか、はい、次お願いします。このフォトリアリズムの追求となっております。はい、もうね、本当にご覧いただいている通り、もう空気を感じれるような、うん、もう緻密なグラフィック表現を、今回実現しておりますので、次のスライドで、まあ、どういう形で実現しているのかというのを、はい、ご説明させていただきます。次お願いします。はい、まずこの、ね、画像が、ね、はい、かなりリアルだと思うんですけれども、リアルですよね。はい、オレンジで RE エンジンと書かれていますが、はい、これがキーワードというか、そうですね、はいはい、今回このバイオハザード7を、開発するために我々、新しい、エンジンを、開発して、バイオハザード7の制作を進めております。不可能を可能にするリーチフォーザムーンというコンセプトで、右上にロゴがあると思うんですけども、月をも掴むという、はい、このイメージで、今本当に皆さんに最強の、恐怖をお届けするためにチーム一丸となって頑張ってます。いや、すごいですね、本当に実写みたいですからね。はいはい、今回このエンジンを使ってどのように作っているのかというところの一部を、ね、はいはい、ご覧いただきたいと思います。はい、気になるところですよね。はい、まずこの食べ物の表現、食べ物の表現、はい、なんかちょっと気になるワードが入ってますけれども、何でしょうか。気持ち悪い食べ物の表現って書いてありますが、これあれですかね、大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。皆さん覚悟しておいてくださいね、うん、はい、ドキドキ、はい、では次お願いいたしま す。まず食材こちらに用意いたしました。はい、はい、直視できない、ね、このままなんか鍋にしたら美味しそうですよね。そうですね、これがまず CG ですよっていう説明こちらになります。まずこれが CG ですよと、はい、こんな感じで、はい、あ、これがなんかフレームみたいな形になって、ね、ポリゴンで作成されているのが分かるんじゃないかなと思いますけれども、はい、はいはい、でこれをですね、はい、R エンジンでこう料理しますとこんな感じになります。
RE エンジンの料理すごいな。すごいですね。美味しそう。ちょっとね、一瞬まず目を背けたくなるほど、はい、もうリアリティというか、はい、そうですね、この質感表現っていうのはね、はい、やはりかなりよくできてるんではないかなと思います。美味しそうって言っても誰もうなずいてくれませんでした。首をかしげてる方もいますからね。何言ってんだと、はい、いやでも本当この光の入り方とかすごいですね、はいはい。でこれをですね、ちょっとテーブルに盛り付けてみたのが次の映像になります。はい、はい、こんな感じですね。あ、はい、こういう風にして作られるんですね。こういうものをいっぱい作ってですね、このテーブルの上に乗っけて皆さんをこう、招き入れると。いやー、はい、私もっと大きな枠で作ってるのかと思ったんですけども、一個一個そうですね、のリアリティを本当に追求されて、はい、心を込めて、おもてなしさせていただいておりますので、はい、いやすごいです、はい、びっくりしました。でさらに次はちょっと人物をどういうふうに作っているのか見ていただきたいと思います。あ、人物もねバイオハザード、はい、リアルなイメージありますけれども、はい、こちら靴からですねこのズボンのシワまでかなりリアルに、はい、表現できているのではないかなと思うんですけれども、なんかリアルさがパワーアップしてますよ、はい、どっかで見たことありますね。皆さんいかがですか、ちょっと今知ってるキャラクターが、はい、体験版をですね遊んでもらえた方にはちょっと見たことある方いらっしゃるかもしれませんけれども、はい、そのキャラクターとなります、はい、もうヒゲからですね髪の毛から細かいところまでこれ再現できているかなと思います。さらにこの肌の質感が ねすごく生々しいんじゃないかと思いますが、本当にね今にも動き出しそうですよね。いや本当にそうですね、毛穴まで見えそうなくらい本当にリアルに作られてますね、はい、ちなみにこの人のモデルはもともとうちの会社の会社員なんですけれどもね。あ、そうなんですか、はい、今も元気で働いてますけど、元気で働いてます、はい。いやすごい、はい、いや本当に服のシワまでこんなに細かく再現されてると、はい、しっかりその人物がどういう体型なのかっていうのもね、はい、分かりやすくなってていいですよね。すごくね説得力のあるね本当にキャラクターになっていると思ってます。もう実際に生きてるっていう感じがしますね、はい、はい。そんなねたくさんのコンセプトを盛り込んでありまして、さらにこうしたね、はい、フォトリアリズムだったりとかいろいろ入ってこその、はい、バイオハザード7ということなんですけれども、はい、これはねじゃあどんな風にして世界に広まっていったのかっていうのもやっぱ気になるところだと思いますが、はいはい、なるほど。一旦じゃあ振り返っていいですか、させていただきましょうか。はい、はい、お願いします。はい、バイオハザード7の奇跡ということで、はい、はい、じゃあ次お願いします。まず2014年2月、プロジェクトバイオハザード7の開発がスタートしました、はい、まあ、ちなみにこれ映ってる方はですね別に水遊びしてるわけではなくて、はい、遊んでるわけではない、はい、これロケ地で取材をしているところです。へえ。まずそういったところからしっかりとですね我々、開発にかかっていっております、はい、ちゃんと現地に足を運ぶんですね。そうですよ、このね北米の某所、別に言っちゃってもいいんですけど、はい、ルイジャナですよね、はい、ルイジャナですね、はい、はい、こちらで、取材したものを使ってですねいろいろゲームの方を開発しております、はい、なるほど、はい、まずは2014年から始まったということですね、はいはい、続きましてこちらになります。そこから、はい、2015年6月、うん、去年の E3 ですね、アメリカロサンゼルスでですね、VR コンテンツを秘密に我々出展いたしました。秘密裏、はい、それがこちらになります。先ほどの方も出ておりますが、はい、キッチン、はい、我々、この当初タイトルをキッチンという名でこの、去年の E3 に出展してですね、このプレイステーション VR でどのような、反応を得られるかということを、デモで伺っておりました。へえ、はい、内容はですねこの全方位から襲い来る、惨劇を体感するとありますけれども、はい、うん、これかなりいい反応をいただきましたね。そうですね、はい、もう出展した時はモニターにも何も、ゲーム画面は映さず、素材も配布せず、もう単にもう本当にプレイヤーの方のリアクションだけを我々は観察してどれだけ怖いのかというのを、見てたんですけれども、本当にいいリアクションをね、はい、そうなんですよ、もらえて、その様子をですね今回一部だけ、ね、はい、ご覧いただきたいと思います。気になってたんです、はい、ぜひ見せてください。はい、ではお願いします。すごいいい反応されてますね。やっぱりね、アメリカの方、リアクション大きくて僕は大好きになりました。オーマイガー言ってますもん、だって。こんな風になっちゃうの、わー。360度やっぱり映像見れますんで、後ろを振り向いた時に怖いものが映ったりとかもしてました。もう目を背けても今度そっちにあるかもしれないってことですもんね。
まあ、本当に一体何が起こってるんだろうと大柄なこの男性の方ももう怖くてこう笑っちゃうぐらいの、ね、思わず笑っちゃうほど怖い人は恐怖を通り越すと笑えるんですね、はいはい、すごい皆さんもなんか笑っておられますけど ね、 ねえ、はい、こうやって客観的に見るの面白いですね面白いです、はいはい、でもすごく気になったんじゃないですかね今の映像を見てはい、こんな形でですね我々は画像を主に出さずにね、はい、映像出さずに、それでも世界各国でですねこちらを、見ていただく、はい映像を出展していくことを続けていきました、はい、もう1年間はずっとその同じ手法でこのキッチンを、はい結構1年間ってしっかりとやられた感じですよね、はいはい、いい反応いただいたんで我々今回バイオハザード7はですね、うん、プレイステーション VR に完全対応を歌わせていただいております、はい、なるほど、はい、そのキッチンを踏まえてはい次になります次ですよね、はいこれですよ、はい、今年になりますけれども、はい、6月に、これもね E3 なんですけれども、はい初めてここでですねバイオハザード7の名前を出して、サプライズ発表の方をさせていただきました、はいはい、この時の映像はないんですかねこれはないですね、はい、これは映像ないんですか、ね、ちょっと苦労体験をお話しさせていただくともう本当にね、この、アナウンスのために、チーム一丸となってですね絶対にお漏らしをしないとこのお漏らしっていうのはね変な意味じゃなくて情報をね外に出さないと、はい、大体まあこういう大きなねショーの前にはポロポロと、こんなん出るんじゃないかとか、ね、なぜか秘密が漏れちゃうこと多いんですけどね、はい、あるんですけれど もうそういったところは徹底してでさらに発売日をここで告知し体験版を配信しということで、もう事前準備大変でしたねこれ以上ないぐらいのサプライズをここに、はい、いやこれ会場すごかったんじゃないですかしたら、ね、本当どうなるか分かんなかったんですけれども、はい、僕はその会場を現場にいて見ていて、うんうん、大歓声が上がった瞬間にも鳥肌立ちましたね、うん、うわそうですよね本当に感動いたしました騒然となったっていうふうにね、はい、今書いてありますけれども、はい、まさしくそうですよね、はい、いやその場にいたかったな私もきっと本当鳥肌ものだったんでしょうね鳥肌でした、はい、いやそして、はい、発表があり、はい、もう、はい、騒然となったこのバイオハザード7ですがこれね発表と同時に先ほど、はい、体験版がね、はい、配信されたっていうふうにおっしゃってましたけれどもこれがまたすごかったみたいですね絶好調ででしてね、はい発表と同時に配信開始されたことで、シングルプレイヤー体験版としてはですね、歴代最速での300万ダウンロード突破しております300万ダウンロード、はい、もちろん今も伸び続けてますよね伸び続けておりますすごいですね、はい最速で300万ダウンロードいっちゃうってなかなかできないと思いますけれども、うん、相当な数字だと思ってるんですけれども、はい、さらに、今回こちらに関してまたこう情報があるということなんで続きいきたいと思いますお願いしますはい、はい、新情報その1となっておりますはい、はい、こちらになりますはいバイオハザード7、ビギニングアワーこちらはですねはい、現在、プレイステーションプラス会員限定だったものを、うんうん今回、全てのプレイステーション4ユーザーの方に、今配信しておりますおー、はい、無償ダウンロード開放中となっておりますので、はいプレイステーション4をお持ちの方は皆さんぜひねこれ体験していただきたいと思っております、はい、お願いします。すごい無償ダウンロード開放中、はい、ここねお集まりの皆さんもダウンロードしていただけるので、はい、ぜひぜひ体験版チェックしていただきたいですね、はいはい、なんか皆さんファミパンっていうねなんか、はい、単語を作ってもらったりもしましたけれども、はい、それがどういうものなのかっていうのもですね皆さん体験していただけるんじゃないかなと思っております。なるほど、はい、ぜひチェックしてください、はい、そしてこの東京ゲームショーでもね、はい、いろいろあったりもしますもんね、はい、出展しております。はい、今回の東京ゲームショー2016では、こちらの、ロムをですね、はい、遊ぶことができます。ほう、はい、こちら、映してもらえますでしょうか。If you find this, I know I can't expect anything from you. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. なんか不気味な光が。あ、すごいリアル、この質感。はい、まあ、今回これ出展している体験版のランタンになるんですけれども追われる恐怖ということで、はい、あ、なんか、はい、なんか来てます。
あのランタンを持ったですね、はい、老婦人から逃げるという、コンセプトの今ゲームになっております、はい、今ちらっと見えてましたよね、ランタンの光が。このね、光が非常に恐ろしいんですよね。どうしよう、ちょっと心臓が持たないくらい今ドキドキしてるんですけど、まあ、この、ね、アイソレートビューで、体験するこういったあの、まあ、恐怖というのも本当にあのいろんなものとの距離感がすごい近いので、まあ、それもあのものすごくあの引き込まれるような恐怖をあの感じていただけると思います。ああ、またね、今ランタンの光が見えましたけども、開かない、開かないの、どうしようどうしようですね、ここ。昔からあのバイオハザードシリーズはこの光と影という表現をね、こだわってきてたんですけれども、今回このランタンの光の影のこう恐怖っていうのを皆さん、感じてもらえるんではないでしょうか、はい、いやすごい怖い。何か、ね、ちょっとこうね、何だろうと思われた方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、ああいうキーとなるね、まあ、場所というかそういったところに何か、置いてですね、ゲームを進めていくというふうなその、まあ、謎解き要素というのも含まれております。老婦人ね、本当不気味ですね。あの規制を発しながら、なんか言ってましたよ、あのセリフにもあのぜひご注目ください。なんて言ってたんだろう。まあ、今回あの体験版ではあの日本語、ボイス版もあの体験できますので、なんかね、We love you って言ってたんで、何かこうね、愛情を注いでるような、そんな感じですね。音声の響き的には愛情を感じないんですけれども、なんか叫び方はなんか違うものを感じますね。そうですよね。これ塞がれちゃいました。さあ一体どうなるんでしょうね、やだ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 、Where do you think you're going? ちょっとはい、はい、もうね、あの割とダイジェストでこれ実はお送りしてるんですけれども、はい、皆さんこうなんかどういったものか感じていただけたでしょうかね。もうあの腕をサッサッしてるお客様もいらっしゃいますけど本当鳥肌でしたね。いやちょっと息をするのを忘れかけてちょっと今、はい、苦しいです。はい、あの、はい、こちら改めてですね、このランタンの説明の方させていただきます、はい、お願いします。はい、こちらバイオハザード7ランタンなんですけれども、この、老婦人がですね規制を、唱えながら主人公を追いかけてきます。逃げ延びる先に待ち受けるものはということで、このゲームをですね皆さん楽しんでいただきたいなと思っております。はい、続きお願いします。はい、今回バイオハザード7さまざまな、ゲーム要素ありますけれども、このランタンでは特に、追い詰められる恐怖のみをですね、徹底的に描いております。はい、次お願いします。さらにですね、今の映像にはなかったんですけれども、はい、パズル要素も、ギミックとしてあります、はい、このね、あの映写機はあの映像の中に出てきましたね。出てましたね、はい、はい、次お願いします。で、先ほど
見えましたけど、はい、この、老婦人から生き延びろ、はい、生き延びられる気がしません、ね、生き延びられますかね、はい、いやすごい迫力の映像とともに生き延びろと、はい、ありますけれども、はい、果たして皆さんは生き延びることができるのかということでね、はい、今回東京ゲームショーでは今ご紹介いただいたランタンを体験していただくことができるスペースをご用意しております、はい、ということで今回は、はい、この世界初体験として、うん、今回このランタンをプレイステーション VR でも、はい、体験していただけますので、そうなんです。でもね、はい、実はこの整理券がですね、はい、なんともう5分くらいで終了してしまったみたいで、はい、VR は5分ですか。そうなんですか。そうみたいです。いや早いと思って、さすがね、期待値が高いということで、でももちろん明日もね、はい、VR 体験はできますので、はい、ぜひ皆さん、ぜひぜひ、はい、体験していただきたいと思います、はい、思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そしてこのバイオハザード7ブースにて体験をしていただくことができます、はい、VR の他にも普通に、ね、体験するコーナーもありますので、はいはい、ぜひ皆さん足を運んでみてください。通常プレイの方はまだチケットが大丈夫ですね。多分大丈夫だと思うんですけども、はい、ちょっと確認していただいて、はい、はい、ブースの方で整理券もお配りしてるみたいなので、はい、ブースにまずは足を運んでいただければと思います。でこちら体験していただいた方にはですね、素敵なプレゼントもご用意しておりまして、はい、こちらねスペシャルバッグなんですけれども、またねかっこいいですね、これ。かっこいいですね。これ実は日本でも発売する、パッケージアートになっておりましてですね、さまざまな意味合いが込められているということで、お、はい、大変貴重かつ、ぜひね手に入れた方はこの絵をじっくり見てですね、そうですね、はい、内容を探っていただければと思っております。気になりますね、どこに謎が隠されているのか。今日ね、我々も T シャツ着てますから、はい、はい、今回こう、我々もこう T シャツ着て、はい、あ、同じですね。こっち赤くて、こっちがこのグレーなんですけど、いや、かっこいいな、この T シャツも、はい、ちなみにグレーの方はですね、はい、物販ブースにて販売しておりますんで、そうなんですね、はい、Q ホールの E カプコン出張所ですかね、はい、はい、ぜひぜひお勧めいただきたいと思います、はい、で、こちらね、背負っていただいてリュックみたいに使っていただくこともできますのでね、はい、こんな感じで、はい、はい、今ね情報としては VR の整理券がもしかキャンセル待ちかもしれないって、詳しくはねコーナーの方に行っていただいてお問い合わせいただければと思います。もしかしたらできるかもしれないのでね、はい、ぜひチェックしてください。よろしくお願いいたします。さあということで、このね東京ゲームショーでも大注目のバイオハザード7ですけれども、はい、今回さらに特別な情報をお持ちいただいているということですが、はい、新情報その2、はい、まあ、我々、アナウンスから、まあ、今回バイオハザード7は究極のホラーがコンセプトだというふうに皆さんに、お伝えしてきました。で、ただねその中でバイオハザードらしさ、他の要素はないのかっていうね不安の声もいただいて、今回この東京ゲームショーで、公開をした、新トレーラー、この、大画面で皆さんにご覧いただきたいと思います。はい、それでは、映像よろしくお願いします。Right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. And shine, sleepyhead.
It's time for supper. Who are you people? Eat it. It's good. Dumb son bitch wasn't no good if it hit him. Lucas! Damn, old man, not again! Get out the way, Marguerite. Hit boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Let's do this. Come on. Oh, shit, oh, shit, oh, shit! He's not eating it, Jack! He's not eating it! Shut the hell up, Marguerite! I made that for him! Get the hell out of here! You're a son of a bitch! Oh, I can't believe it! He's a son of a bitch! He's not eating it! He's not eating it! This was supposed to be a very special feast. My boy. Welcome to the family, son. ということで皆さんいかがでしたでしょうか。はい、先ほどね少しねまあ、皆様からちょっと不安の声をいただいているっていうふうにお伝えしましたけど、今回ねご覧いただいた通りコンバット要素しっかり入ってます。で先ほどもねお見せした謎解き要素も含まれてますので、ぜひご期待ください。で今スクリーンに映ってるこの、まあ、狂気の食卓、うん、ね、ちょっとねこれ怖いですね。本当に狂気でしたね。狂気の、はい、はい、まあこれがねまあ先ほどのトレーラーの名前となっているベーカー一家、今回のキーとなる家族になります。なんか家族にさせられそうな感じになってましたけど、ね、はい、まあねもうね何百万人の方がね家族になっちゃってるのかもしれないですけどなるほど、はい、まだ、ね、引き続きその数はどんどん増えていくと思いますので、はい、皆さんもぜひ家族になってください。狂気の食卓につきましょう、はい、一緒に、はい、で まあ、少しですけれどもその、バイオハザードらしさというものを皆さんにちょっとご紹介、させていただければと思います。はい、はい、スライドお願いします。はい、扉を開ける恐怖、もうねバイオハザードといえばこのドアデモっていうのが、はい、有名だと思うんですけれども、やはりこのドアを開けた先に何があるのか、うん、でドア開けた時のその恐怖感っていうものを、このタイトルでもね、しっかり感じて撮ってもらえるんじゃないかなと思っております。はい、はい、次お願いします。はい、未知への探索となっております。はい、今画面に映ってるのはキーピックというね、うん、アイテムになるんですけれども、このキーピックを使ってこう閉ざされたこの宝箱みたいなものを開けたりとか、ね、はい、できますけれども、はいはい、そういった探索要素も我々しっかり用意しております。はい、はい、次お願いします。はい、お待ちかねの戦闘ですね。これもですよね、はい、バイオハザードといえば、はい、はい、もうショットガンをねゲットするとちょっとホッとしてもう自分はもう生き延びたかのように感じるかもしれないですけど、わかります、まだまだ先は長いと、はいはい、まあ、実際にね武器を持った、シーンもちょっと見ていただこうと思います。次お願いします。はい、まあ、こういう形でハンドガン、うん、こういう形アイソレートビューで武器を持つと、まあ、こういう感じで、より身近に銃を持ってる、イメージを感じられるということで、皆さんお楽しみにしていてください。はい、はい、次お願いします。あ、さらにこうアイテムマネジメント、はい、はい、これ今あれですね、失った体力を回復している場面になるんですかね、はい、傷を癒している、カットになっています。はい、はい、次お願いします。ね、やっぱりリソースをマネジメントしながら進んでいくても大事です。まあこういったね、これは見たことあるような箱なんですけれども、まあ、多分そういったものに役立つ箱ですよね。はい、なるほど、こういうのもしっかり要素として入っている、はい、ということですね。はい、はい、次お願いします。はい、今後の続報にご期待くださいということで、はい、もうね、でも本当にバイオハザードらしさも十分入ってて、はい、新しいものも取り入れつつのバイオハザード7ということで、本当にね今後気になりますよ、どういう情報が出てくるのか。まだまだ情報ありますから ね楽しみにしてたいと思います。はい、でここでですね、先ほどちらっとこの東京ゲームショー内の、ね、コーナーのご案内をさせていただいたんですけれども、はい、VR がちょっとキャンセル待ちというふうにお伝えしたんですが、はい、VR 体験の方がもう完全に整理券配布終了しているそうで、で PS4 の方がキャンセル待ちみたいです。
なのであの詳しくはコーナーの方に行っていただければということで申し訳ありませんけど訂正させていただきたいと思います。PS4 版でも十分怖いですから。そうですよね、はい、やっぱあのいきなり VR ってハードル高いかもしれないので PS4 からっていうのもありかもしれないですね、はい、はいということで今後にもご期待いただきたいと思いますが、はい、まだまだね発表があるということで引き続きじゃあ、はい、3つ目の発表の、はい、こちら新情報その3となっております。はい、はい、行きましょう。はい、皆さんもご存知かもしれませんが今回、セロ Z 版と、バイオハザード7レジデントイーブルグロテスクバージョンというものを、発売決定いたしました。今までね、バイオハザードシリーズ、D 版以上のものを出したことなかったんですけれども、うん、今回はこうあえての Z 版もご用意いたしました。パッケージ次お願いいたします。はい、パッケージデザインこのようになっております。かっこいいですね、はい、このね、この神田君 の T シャツと私のこの、ね、はい、Z 版はこの赤いタリスマンが目印です。はい、はい、非常に衝撃的なね、あのパッケージアートになってるんじゃないかと思いますけれども、本当ですね、はい、こちらも現在予約受付中となっております。わかりました、どしどし予約お願いいたします。はい、はい、次お願いいたします。はい、予約特典としてこちらのですね、先ほども出ましたけどショットガンセットというもの、こちらパッケージ版の限定特典 DLC となっております。はい、さらには、リカバリーセットといったものがこちらデジタル版の、限定特典の DLC となっております。はい、はい、次お願いいたします。さらにね、今回あの E カプコンでも、限定版の方をまた発売させていただく予定になっております。はい、こちらもですね、本編と同様に、はい、同じ発売日にですね、この内容で内容盛りだくさんで販売させていただこうと思っておりますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。E カプコンならではのこう五感を感じられる特典と、はい、どんな、なんだろう、我々も企画に参加していろいろ恐怖を、そうですね、はい、五感で感じろと、楽しみですね、はい、まだね、はい、今パッケージも秘密な感じですもんね。そうなんです、はい、五感を感じる、はい、E カプコン限定版皆さんよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、さあ、さらにあのまだある、まだあるデジタル版のデラックスエディションも予約受付中となっております。すごいたくさん予約するものがあって迷っちゃう、はい、ぜひね、あのこちらの方も、はい、あのお買い求めいただきたいと思っております。まだね、はいはい、あの Xbox One 版と PC 版まだあの近日予約開始予定となっておりますけれども、うんうん、あのこちらも順次、開始できると思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。まあ、デラックスエディションですので、あの本編に、プラスで追加要素が、含まれておりますのでご期待ください。楽しみですね。そしてまたさらに、はい、ホラーがパワーアップしそうな、しそうな、先日発表いたしましたが、はい、あのプレイステーション4プロでもですね、うん、我々こう対応の方を行っております。 4K と HDR によるですね、さらに、濃密度な映像の中、はい、このホラー体験していただけるんではないかと思いますので、はい、こちらの方も期待してください。よろしくお願いします。はい。